子は？私、なんであんなこと。ごめんなさい。私もライターの人。簡単に言えば、あなたたちの人生を変えている。もしかして、私にもシナリオライターが？望月、お前、生きるって何だと思う？わかりませんよ、そんなの。やめてください。お前も一緒か。吉沢梨央だな。待ってたよ。日々に違和感を感じたか？ハハハハハ。面白い。俺の思った通りだ。あなたは誰？お前は俺の主人公だ。会えて嬉しいよ。お前に見せたい景色があるんだ。雨でも降りそうだな。あの、お前は俺と違う世界で何が見えた？聞いたんだろ、シナリオライターのこと。どうして俺らがいると思う？自分で考え行動する、それが人間だよな。人はそんなに強くないよ。
前に進めないで立ち止まってばかり。お前もそうなのか。私だってそうだよ。悩んだり苦しんだりして、そのうちそういうのもバカらしくなって、その繰り返し。こいつらとお前が違うとすれば、考える意思があるかないか。考える意思。人の目や環境の変化を恐れ、自分で行動することができない。時代を動かすために俺らが生まれてきた。私たちがあなたたちを生み出した。もともと必要ないんだよ俺らは。需要があるから今そこにいるんじゃないの？おいおい、俺は誰と喋ってんだ？変わってるよお前。あなたたちはこの世界をどう描きたいの？逆に質問かよ。俺らは何もするつもりはない。じゃあどうしていちかを殺したの？描かれたシナリオは残酷だったということ。残酷？その女どの道死ぬことになっていた。それもひどい裏切りでな。人は起きたことでしか評価をしようとしない。運命は変えられる。運命だったらな。それでも間違ってると言えるか？言える。ハッ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 。面白い。若いくせによく見えてやがる。楽しかったよ。